こんにちは、英語が大嫌いな英語講師、マウスバードです。こんにちは、アシスタントの小春です。先生、今回の漫画は英語上達法ですよね、楽しみです。今日はもう漫画の内容をまずは提示しよう。番外編1、英語が嫌いな人の英語上達法ですね、そのものズバリですね。このテーマに沿う漫画を準備した、少なくとも最も重要な部分は説明している。待ってましたよ、先生。それを求めている視聴者がいるというのもわからなくもない。ただ、何なんですか？おそらくは期待外れの内容になるのではないかと思っている。なんでですか？的外れなことでも書いたんですか？いや、おそらく最も確信をついた内容になっている。ならいいじゃないですか。内容に自信がないんですか？いや、内容は自信があるというか、実際に成績がガツンと上がった体験を書いた体験談なんだから自信しかない。先生が実際成績が上がった体験談なのですね。裏付けがあるのだから最強じゃないですか。そうなのじやがのう。ただそれでもおそらく視聴者は呆れる。よくわからないからとっとと漫画を見ましょう。そうしよう。じゃあ漫画に進みましょう。レッツスタート。とっとと英語上達法を書いてくれというご要望があったので、今回はそれを書きます。先生、それです。視聴者が求めているのは。高校卒業後、英語の偏差値 30.5 で浪人したわしは、予備校で文法を最重要視した学習に取り組んだ。そしたら楽に偏差値が最高 67.5 まで上がり、OW 大学に合格した。やったー。終わり。以上だ、小春、どう思った？はい。これで終わりですか？終わりじゃ。文法と偏差値の話しかないのですが。それしかしてないぞ。文法だけ勉強したら英語は大丈夫なんですか？文法だけじゃダメじゃ。ただ文法の下地ができたら、あとは何でもできた。あとは成績が上がるだけだった。ああ、数学と一緒か。それはどういう意味じゃ？数学って公式を知っていれば、あとは数字が変わるだけじゃないですか？なるほど、そういう意味か。まさにその通りだろう。ただ、先生、この漫画だと文法を最重視してどのように学習したのかわかりませんね。そのあたりが知りたいです。そうか。そうですよ、先生、どのように学習したかを説明してくださるといいような気がします。そうか、まともにやると長くなる。それだけで別のシリーズになっちまう。いいんですよ、先生、視聴者はそれを求めてます。そうなんだろうか、じゃあ、こうしよう。どうするんですか？まず、この後、さっき見てくれた漫画を書き直したものを公開する。文法を最重要視してどのように学習したのかを簡単に説明した漫画を載せる。その上で、Twitter でアンケートを取る。なぜ英語が嫌いになったか、シリーズの続き、どうやって英語の成績を伸ばしたか、シリーズ、この2つの選択肢を用意し、どっちがいいと思うか選んでもらう。選択肢で多い方を次回以降作る。これでどうかな？いいんじゃないでしょうか？じゃあそういうことで、とりあえずさっきの漫画の改訂バージョンを作る。ちょっと待っててくれ。はい。できた。早いですね。そりゃ動画は編集しているからな。そうですね。じゃあその漫画に行きましょうか。そうしよう。では新たな漫画を見てみましょう。レッツスタート。とっとと英語上達法を書いてくれというご要望があったので、今回はそれを書きます。先生、それです。視聴者が求めているのは。高校卒業後、英語の偏差値 30.5 で浪人したわしは、予備校で文法を最重要視した学習に取り組んだ。予備校の文法の授業の予習をし、授業は真面目に聞き、ノートを取った。間違いを一つ一つ訂正した。文法の学習はわしにとってひたすら楽だった。一文一文が短い方が長いより辛くない。わしは夏休みに文法のテキスト問題集を6回解き直すことで文法ルールを覚え切った。文法ルールさえ覚えていれば、例えばこんな長ったらしい英文でも、こんな風に文法で構造を把握できて誤読しなくなった。間違った場合でもすぐに直せた。文法を知らなかった頃はこんな芸当ができなかった。あとは読解演習あるのにたくさん読んだ。何でもできた。先生の説明もよくわかる。偏差値はまず下がらなかった。上昇しかしなかった。
嫌な要素なく楽に偏差値が最高 67.5 まで上がり、某 W 大学に合格した。やったー。以上だ、小春、どう思った？先生、これですよ。そうなのか？でも、こんなにできたんですか？うむ、できた。はしょってませんか？細かいところは大幅にはしょった。そこは細かく書いてほしかったです。うむ、そういうのを書くと、もっとたくさん書かなくてはならなくなる、一つの別のシリーズになってしまうんだ。この後、Twitter でアンケートを取る、どうやって、どう成績が上がったかシリーズの方がいいと思ったら、そっちに投票してくれじゃ。わかりました。そうそう、今回の話で他にも言いたいことは山ほどあるが、今のうちに一つだけ言っておきたいことがある。何ですか？小春よ、この話は英語の上達法の話だと思ったか？違うんですか？違いはしないが、大事な前提条件を把握していないように見える。前提条件。うむ、やはり気づいていない小春だけではない、大体の人は気がつかない。なんか前提条件なんかありましたっけ？うん、ちゃんと書いてるところがなぜかみんなそこを読み飛ばしてしまう。もう一度今回のテーマをよく見てみよう。英語の嫌いな人の英語上達法ですね。そう、小春、わかるか？この前提条件が。ああ、もしかして英語が嫌いな人のですか？そう、今回の話は英語が嫌いな人の英語上達法なんだ。間違っても英語が好きな人の英語上達法ではないんだ。小春だけじゃないんだ。みんなそこを読み飛ばしてしまうんじゃ。つまり、英語が好きな人は今回の上達法は当てはまらないと？人にもよるが、大筋で当てはまらないとわしは考えている。そうなんですか？そうなんだ。試しに小春の知り合いで英語ができる人がいたら、今回のこの話の感想を聞いてみよう。そうは思えないという返事が返ってくるはずじゃ。そうですか？そうなんじゃ。彼らのほとんどは文法なんか大してやらずに、英語が得意になっている、文法は彼らには向いていないとわしは思っているのじゃ。そうなんですか？うむ、全員とは言わないが、大体そうじゃ。こういう誤解を招きかねないから、ほんまは今回の話すら書きたくなかったのじゃ。なるほど、そうなんですね。ところで、小春よ、今回の漫画の内容じゃが、ここに注目してほしいという部分があるのじゃが、そこがどこかわかるか？どこだろう？実はここなのじゃ。嫌な要素なくですか？そうなのじゃ、今回の漫画には、こんなシーンとか、こんなシーンとか、こんなシーンが全くないじゃろう。ああ、嫌がっているシーンがないですね。そうなのじゃ、英語を嫌がるシーンが全くない、これが大事だと思うのじゃ。多くの人は英語が嫌いな人がどこを嫌がるのかを理解していないのじゃ、理解しようとすらしない。英語嫌いは英語を嫌う部分で苦しみまくっているというのに。みんなそこを知らないから、知らず知らずのうちに英語嫌いを苦しめて、ますます英語嫌いにしているのじゃ。病人に毒を飲ませているようなものじゃ。病人に毒ですか？そうなのじゃ。苦しいのに余計に苦しめてくれるのじゃ。なぜ英語が嫌いになったのか、シリーズはそういうシーンばかりじゃろう。ははは、そうですね。ところが今回の話はそれがない。英語が大嫌いなわしが文法によって楽になる話じゃ。要するに、英語が嫌いな人が文法をやるのは病人が薬を飲むのに似ているとわしは思う。ああ、そうですね。先生は漫画で生き生きしてた。うむ、英語で重度に苦しんでいるわしにとって文法はいい薬じゃった。どれだけ気分が良くなったことか。だが病気じゃない人には薬はいらないじゃろう。小春は風邪をひいていない時に風邪薬を飲むか？ああ、そうですね。飲まないですね。飲んだらかえって体調が悪くなりそう。それと同じように、英語が好きな人には文法はいらないと、わしは基本的に考えておるのじゃ。足りない部分があれば補うべきじゃとは思うがのう。ふもも、なるほど。したがって、今回の話はあくまで英語が嫌いな人の上達法なんじゃ。なるほど、よくわかりました。じゃあ先生、私みたいに英語が好きでも嫌いでもない人はどうなんですか？わしの考えだと、中程度に必要。特に学生の頃英語の成績が平均以下だった人なら、それなりに多くの文法知識が必要だと思う。要するに、文法の必要度は個人差がある。今この動画を見ている段階で英語が得意だと言えない人は、程度によってそれなりの量の文法は必要だと思う。なるほど、そうですか。
そういう意味で言うと、わしは最も文法が必要なタイプだった。この漫画でのわしの感覚から判断して、自分の必要な文法量を見定めてくださればいいのではないかと思う。わかりました。ふむ、以上だな今回の話は。なお、次回の英語嫌い劇場はまた番外編じゃ。次回はすまぬがます、なぜ英語が嫌いになったのか、シリーズは何を目的に作っているのか、をお伝えする。そういや、本来は今回になぜ英語が嫌いになったのか、シリーズは何を目的に作っているのか、も説明する予定でしたね。うむ、その予定だった。だが尺の関係で次回に回す。わかりました。あ、アンケートですが、いつやるんですか？アンケートはこの後すぐ？いや、今すぐではない。アンケートは次回の動画発表後だ。Twitter 上で行う、皆様の意見を聞きたい。わかりました。では今回はこんなところじゃ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。